ちょっとね、自転車メンテの覚書です。ですね、これママチャリのいわゆるこれ内装三段用変速ワイヤーとか変速ユニットの交換なんだけども、このマニュアルを見たんですよ。これの中のワイヤーの通し方、これね、こいつの通し方が要は揃えて入れろって言うんだけど、これがね、この奥からこう入れてやっていくんだけど、非常に難しいということが分かりましてですね、タレも動画撮ってますよ。あとお話があって内部構造、内部構造、これのちょっと待ってくださいね。これをね、こいつがこの構造がカバーがかかってるから、ここが見づらい。これ中入れるんだけど、普通には引っかからないんですよ、これが。わかります？これを中に入れて、上からちょっと押し込む形にしなくちゃいけないから、非常に難しい。だからこれちょっと画像あたりに載っけときます。誰かに役に立ってくれると嬉しいなと。